山です。川の次は山、山ときたら川、このどこまでもこの高さの山、太陽どっちからどっちに沈んでいくのか、もうこの辺りの方はもう太陽沈むの早くて仕方ないと存じます。はい、こちらがですね、川でございます。虎杖川。ちょっとね、カメラを、車のね窓から外へ出していたら、もういくらガンマイクにボワボワがついているとはいえ、ガサゴソガサゴソ音がひどくて、このように喋っております。別撮りで録音しております。はい、この川に沿ってこのねモネの池から降りていきました。はい、山道を降りております。疾走しております。法定速度で疾走してビュン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 抜かされております。ちょっと今つまらない映像が続くかもしれませんが、川が見えた時は絶景ですよ。あ、見えるんじゃないでしょうか。あ、見えないかな。こうしてね、はい、あ、ちょっと見えないですか。ご覧になれないでしょうかね、隙間から。川掘れって言ったらあかんですけど、川がね、はい、車でこうやって右方面からこうやってくると、はい、虎杖川コラド観光やなというところに着きます。いらっしゃいませ。入っていきます。で、虎杖川ホラド観光やなという、はい、上りが立ってますね。はい、虎杖川ホラド観光やな、上りが立ってあちらに、本館があります。広いですよ。あっちに別館もある。広いですね。はい、とっても広いです。はい、じゃあ今日は虎杖川ホラド観光やなさんにお邪魔したいと存じます。行ってくるね。あゆ食べよう、あゆ、あゆ食べましょう。大きな山ですね。ね、あっちまで別館まであって、この辺では一番でしょう。ね、もちろんね、虎杖川では一個いけないです。すごい、すごい綺麗ですね。食べるところ、ほら、すごい綺麗。この席取るべきですよね。で、なんかこちらで焼いて食べれるそうです。後で食べさせていただきたいと存じます。今からちょっと柳場に降りていきます。YouTube よろしくお願いします。絶対汚いやつなので、はい。ただ普通に YouTube で食べましたっていう動画を作るだけなんで、はい。お邪魔してます。あー、日が綺麗。太陽がね、サンサンサンと綺麗ですね。こんなところに屋根があります。はいはいはい。お、ここは何だ、これ、つかみ取り。あ、つかみ取りですね。これつかみ取りができるんじゃないですか。小学6年生ここでつかみ取りが体験できます。はい、屋根場です。屋根場です。屋根場です。私の声聞こえますか。屋根、やなです。やなっていうのはですね、あの、ここにね、鮎がこう入ってくるんですよ。 川のね、あそこに川の本流があって、普通のお魚は川の本流を走るんですね。で、ここに支流があって、支流を作って、ここへ魚が、鮎がもし入ると、ここでアイがピチ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 とアイがここで踊るわけなんです。こうやって撮るのをヤナと申します。
歩いていきます。嫌なって言いますね、これは。ここにね、アユが引っかかるわけです。ここに引っかかるわけなんです。はい、アユがここに引っかかって取れるわけなんです。来ないかなって待ってても来ないそうです。ね、実際食べれるアユ、実際今日食べるアユはおそらく養殖ですね。それをね、上から放ってあそこで捕まえるっていうスタイルですね。まあどこの柳場もそうなんですけどね。大自然、大自然でございます。疲れた。疲れました。声張り上げないといけなくて。聞こえました？声なんか聞こえないでしょ、僕の声。やなですって言ってたの。全然聞こえないですね。やっぱり川の音の方がすごいんです。そうですね。これ駐車場のね、はい、駐車場、ここの上の駐車場、うん、あ、上もありますよね、駐車場、はい、それからね、この林の向こうというか、あの辺全部ここの敷地、すごいですね。なので大きいとこやな。伊田戸川では唯一の柳、ホラド観光柳さんにお邪魔してます。お食事はいろいろあります。あのメニュー表を写していいですよね。いいですよ。はい、 A コース、 B コース、 C コース、 F コース。もう F コースになるとアユ食べ放題、食べまくりですね。こちら美味しいんですよね、アユのおかゆさん美味しいんですよね。これだけお席があっても土日ではもう満席で1時間待ちっていうこともあるそうです。ちゃんとね、トイレもね、別館用もあるし、こちらの本館用もあるし、安心して来れますね、うん、ちょっと今日 YouTube で、食べるところだけ、どん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 宣伝、どんどん宣伝していいですか。ありがとうございます。ここ養殖のはさっき来てたんですね。あ、トラックで。あ、そうです。だから、あの柳見ると天然の、あの川から来るように見えて、柳で食べるのは養殖ものだよね、はい。そこだけ間違いのないように。はい。天然はね、まだなかなか時期が早いから。天然が、引っ張ることあるんですか？取れますよ。もう何千匹とか。あ、じゃあ、もうお邪魔みたいなんですよ。いや、ちょっと怖いから。はい、挨拶だけ。あのね、支配はね、はい、あ、今来た、ね、今なんか持ってある、あの人は支配員、はい、ありがとうございます。ちょっと見てて、今支配員はちょっと見てて、支配員さん、だから今、モネの池に私行ってきたんですけど、はい、帰りに、やなって書いてあった池に書いてあったもんで、あ、ほんと、あれ食べたいなと思って、うん、すみませんね、お仕事中。それはありがとうございます。本当に邪魔はしませんので。いやいや、大丈夫、はい。はい、続けてください。こちらはお漬物を何か。そう、これはね、ぬか漬けなんですよ。あの自分どこで漬けた。大好きですね、僕。そうです。これでおいくらぐらいするんですか。これでね、300円なんです。安いでしょ。僕ね、1000円って言われるかと思う。うちで作っとるので。シアニさんが大好き。そう。名前なんておっしゃるんですか。私、船戸って言うんですが。船戸さん。はい、船に。扉の戸。扉の戸で、船戸さん。はい。はい、
で、この都市ライニーがぬか漬け大好きで、はい、漬物を始めたんですよ。許可を取って販売するように、ええ、あ、その許可いるんですね。そうです、許可いるんです。で、ええ、今その許可を取って、ええ、去年一昨年、ええ、加工場を立ち上げたので、ええ、あ、だからすごい、はい、立ち上げたって言ったら多分すごい規模でしょう。いや、規模はそんな感じだから。いや、そんなことないです。あっちも別館もすん、トイレまであっちもあって、そうですね、すごいじゃないですか。うん、今日はね、多分遅くまで追ってもらえば分かると思いますけど、両方とも満席になるはずなんですけど。なりますよ、なんか1時間待ちとかさっき聞いたんで。そうですね、まあ、今日はひょっとすると1時間待ちになるかもしれませんね。で、柳場の方もあれですよ、おとついのね、夕立ちで増水して、おとつい綺麗になったんですよ、柳場が。やっと、うん、水も綺麗になってきた。それで、まあ、今日の日曜日は皆さん柳場の上で、うん、乗って遊んでいただくこと、そう大丈夫です。やった、はい、いいとこ来ましたね。私さっき撮らせてもらったんですよ、柳場、綺麗な水でしたよ。水は綺麗ですよ、で、あそこにうなぎ屋おったでしょ。うなぎがね、このくらいのうなぎが乗ったんですよ。向こうのね、桶の中に入って見ててください。天然のうなぎね。天然のうなぎのね、このくらいのね。70センチ、80センチぐらいあるかな。ありがとうございます。はい。なんか今日柳でうなぎが引っかかったそうなんで、うなぎ見させてください。すごい。すごい大きいの引っかかったね。これちょっと手と比べてみてください。手と比べてみてください。すごい大きいの。これかかったんですか。すごい天然で。うわ、これ何千円しますよこれ。1万円ぐらいしません。天然ですからね。1万円ぐらいしません。毎年ね、5、6匹はこれこうやって乗る。はい。5、6匹ははい。いつもこうちょっとの間で買っとって、はい、買って逃がしたあ、逃がしたんですか、かわいそうや。そっか、もう海へ下って、あ、そうだね、産卵のために下るやつが、産卵してもらわないと、頑張ってこんだけね、そういうことか。ありがとうございます。こうやってね、うなぎがかかることもあるそうです。